はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、ちょっと僕食後なんですけども、これからまあ食後のコーヒーを飲みたいかなということで、今日はね、ちょっと変わった、メニューを作りたいと思います。スペイン風の、蜂蜜入りカフェラテ、ハニーカフェコンレーチェという、まあ前から結構気になっていた作りたかった、メニューなんですけどもね、これを作っていきたいと思います。まあ材料自体は蜂蜜と、牛乳と、コーヒーがあればいいらしいんで、まあ簡単なんですけど、層になるらしいんですよ。なんかね、だいぶ、グラスの中で綺麗に4層に分かれる、カフェラテで、まあその色味がすごく綺麗ということで、まあ前から気になってたんですけど、まあうまくできるかね、ちょっと挑戦してみたいと思います。はい、というわけで今回使うコーヒーなんですけども、とりあえず今回はまあマキネッタで入れたモカコーヒーを使います。まあ、本場ではまあエスプレッソだったりモカコーヒーが多いらしいんで、とりあえずこれでやるんですけど、まあ全然ね、うちにマキネッタがないよっていう人だったりまあいると思うんで、その場合は全然ドリップコーヒーでもいいらしいです。まあまだね、日本じゃなかなかマキネッタ文化って止まってないから、まあ全然しょうがないかなと思うんですけど、まあでもね、マキネッタ全然本当に楽だから、あったらカフェラテとか美味しく入れられるし、本当はもっと広まっていいと思うんだけどね。あっち、あっつあっつあっつ。よし、はい、というわけで、材料の準備はできました。蜂蜜と、モカコーヒーと、こちら温めた牛乳ですね。まずはこの蜂蜜を、このグラスに最初に注ぎます。こんなもんかな、もうちょいとか、結構甘めが好きなんで。よし、はい、そしたらここに、牛乳を泡立てて入れます。ただまあ泡立てすぎずに、液体の部分をしっかり残さなきゃいけないらしいんで、これちょっと難しいですね。はい、このクリーマーキュートで泡立てます。こんなもんかな、だいたい体積倍くらいに増えました。はい、OK。そしたらこれを、泡と液体両方一緒にこのグラスに、注ぎます。難しいな。いいよ。おいい感じだね。液体がいってる。そしたら泡をもういっそかき出す感じでいいかな。はい、こんな感じで、はい、そしたらば、ここに最後にね、仕上げとしてコーヒーを入れます。で、なんでこれで、ね、このタイミングで入れるかっていうのが、この牛乳がね、液体とこの泡の、まあ、比重が違うらしいんだよね。だからうまく注ぐとこの、牛乳の間にね、コーヒーが入るらしいんだよね。本当かな。いきます。ゆっくり。おこれはいけてるんじゃないか。あ、いけてる。いいんじゃん。そっと泡潰さないように。あー、すげー。あ、これは綺麗。あ、ちょいいんじゃね。だいぶ思ったよりいい感じ、うまくいってるぞ。おお、あ、もうギリギリか。はい、というわけで、こんな感じになりました。あ、なんか4層潰れ5層になった感じかな。あの液体とやっぱりね、混ざりやすいから、この辺カフェラテっぽくなってますね。で、ここコーヒーでって、はい、5層な感じになりました。いいんじゃね。はい、というわけで、こちら、ハニーカフェコンレーチェ出来上がりました。すごく美味しそうですね。見た目的にもすごく綺麗です。やっぱり美味しいもんってさ、見た目大事じゃん。これ視覚で美味しいっていうかさ、うん。いやー、いい感じですね。いただきます。いや、ちょっとほんと思った以上にうまくいってびっくりしてます。いくぞ。熱い。入れたてコーヒーの熱いの、これ。
あー、やっぱり上の方は、まあコーヒーが、強いから最初には苦味きますね。まあ混ぜるんでしょうけど、まあこういう飲み方もありだと思います。で、最初苦味を味わって、うん、で、おお、一気に混ざったな。ここでカフェラテとして、ちょっと 甘さをね、調節しながら混ぜて。うん。あー、味わい変わった。マイルドになった。柔らかくなった。うまい。うん。あー、美味しい。美味しい。で、まだ全然蜂蜜はね、混ざってないから、これでまあ、ほんと甘さが調節できますね。もう一気にグワーッと混ぜて、全体甘くするのもありだし、ちょこっと残して、まあ、最後の方をね、甘くして、だんだん甘くなっていくっていうのも面白いだろうし。僕はこっちの方がいいかな。ちょっとだけ下の方に残して、まあ、エスプレッソ飲むときと同じだよ。うん。うん。あー、美味しい。やっぱ蜂蜜とカフェラテとか、まあ、コーヒーね、あと牛乳って合うよね。やっぱ間違いないわ。スペインじゃね、砂糖よりも、まあ、蜂蜜の馴染みが結構日本より深いらしいんで、うん。よくあったかいコーヒーに混ぜて飲まれるらしいんですけど。いやー、美味しいですね。材料もすごいシンプルだし、まあ、作り方簡単だし、いや、思った以上に、ほんと簡単にうまくいったし、よかった。うん。これはね、ぜひ皆さん、お家にマキネッタ持ってる方でも、まあ、ドリップコーヒーでも、どっちでも、まあ、コーヒーを入れる方、美味しいコーヒーで、やってみてください。いや、うまいよ。これうまいよ。やっぱさ、なんだかんだ今までいろんなアレンジコーヒー、まあ、紹介してきたけど、結構やっぱ似通った感じになるよね。卵だったりとか、蜂蜜だったりとか、まあ、やっぱりシンプルイズベストってことですよね。うん。間違いない。どんな国でも結構同じような材料を使っていたりするし、まあ、それでも味の違いがね、それぞれあったりするし、やっぱ面白いですね。うん。うん。ハニーカフェコンレッジめっちゃうまい。ぜひ皆さんももしよかったら、はい、やってみてください。一応、ま、下の概要欄にマキネッタと、クリーマーキュートのリンクは貼っておきます。はい。というわけで今日のカズマックスのコーヒーチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。